49位。どうも。今日はいっぱいね、いろいろあったんですけど、話すのもめんどくさいし、書くのもめんどくさいんですよ。だから一括でまとめたろうと思って、音声でな、入力しようと思ってんけどな、タブレットがまさかの充電切れでした。ピエン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 、充電しようかな、今から。これ使ってなくても充電減るねんな。こんなもん？ブヒって言った。かわいい。ピヨーン。ピヨーン。白目巻いてる。かわいいね。ブヒブヒ。風邪ひいた。どう思う？ポーンって言った。早ない？ 1% 溜まった。こっちで少量にしようかな。だってさ、どうせこっちでさ入力してもさ、あ、でも遅れるわ。よし、待って、間違えた。パスコード間違えるとこやった。2回間違えた。あと何回かで開くのとこやった。ポン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 ってなってる。今日は、え？そういうこと。危な。ボイスメッセージ送りされた。音声入力ってこと。これか。あった。今日は学校で国語がありました。これを国語がありました。で、歌詞を読み取るみたいな授業でした。歌詞を読み取る授業でした。え？なんで？歌詞の意味を理解する授業でした。どの曲にするか迷いすぎて、結局最初に考えたやつにしました。
間違えた、やめてやめてよやめてよ、サングラスと打ち明け話にしました。ギブミも迷ったんですけど、ギブミは無理か。ギブ違う、ギブミーよし。どうしようかなってめっちゃ迷ってやめました。言い訳メイビーとかも考えたんですけど、言い訳メイビーはいけるんやな。理不尽ボールとかも悩んだんですけど、初日も迷ったんですけど、結局最初に思ったサングラスと打ち明け話にしました。いいよな、かわいいよな。結局スピーチはなかったです。はっ、プリントに記入するだけでした。数学はなかったです。明日は数学ありやったっけ、ないです。悲しい。今日はお友達と帰ってきました。夢の話で盛り上がりました。最近見た夢で語り合いました。私の最近見た夢が独特すぎて面白かったです。やば。今日も楽しい一日でした。明日の体育は音楽に変わったのでなくなりました。ハッピーです。私は体育は得意ではありません。英語の日本文みたい。入っちゃった。今日は体育も楽しかったです。
もろ、目立たんて、あれは目立つよ。今日の体育は楽しかったです。なんで今日の体育は今日の体育は楽しかったです。なんか踊りました。踊りました。どこかの国の伝統的な踊りでした。それはこっちの方が英文っぽくなる。あ、入っちゃった。すごく楽しかったです。バスケのシュートもしました。みんなは先に終わらせてたんですけど、私は全部残ってたので、先生に体育館を開けてもらってテストをしました。30秒シュート あんまり良くなかったんですけど、遠くから投げるシュートは2回も入りました。1回も入ったことなかったのに、テストは入れられてよかったです。回る。スリーポイントじゃない、バスケのやつ言わんといて、めんどくさい。もうまた入ったやん。今日のやってよかったこと、あれやった、どんどんしてから。ドリブルしてからシュートするやつもやりました。 A でした。 A、 なんで A やねん。A、 なんでいいやねん。練習で一回も入ったことないのに入りました。このやってよかったことは、家庭科の自習ノートを出した。家庭科の先生が言いに来てくださって、言いにちゃうわ、言いに、なんでやねん、言いに、なんでやねん、入らんでええねん。いいに、なんでやねん、に、自習ノート出しました。英語も出しました。
出しました。えも出しました。今日はペンギン先生は新しい服を着ていました。かっこ多分かっこ閉じフフ白黒の服でした。ペンギンを意識しているのでしょうか。なんでヘイやねん。キャラ作りって大事ですよね。色気づいてきたんですかね。囚人服って色気づいてきたんですかね。マネージャーさんに止められそうやからやめとこ。キャラ作りって大事ですよねで止めとこ。タイトル3月6日これ楽やな、これ楽やな。よくじゃ、数学の自習ノートがなくなった。あー、ちょれてた。よいしょ。成績出たで。え、クラスで何位まではさ、違法やと思う？なんかこういうのってさ、発表したらさ、マウント取る人がさ、大量に出てくるからさ、言いたくないねんけど。なんか俺は何やったからちょっとなんかクイーンさ何やったかやべくないみたいなこと言う人がいっぱいあると思うねん多分。ねえ何やったかウケるみたいな人がさいっぱいあると思うから、そうねえ俺は何人だと思うよみたいな人がいっぱいあると思うから。クラス何人やろ、30人くらいやけど来れてない子もおるから、だから30人くらい。そういう人がね大量にいると思うんですよ。ので発表はしないんですけど、もう点数もな言いたくないねん。え、何点だったの？俺の中二の時のテストはそんな何点も余裕で取れてたんだけど勉強してなかったよみたいなことを言う人が絶対に一人はいるんですよ。だから私は発表はしません。定時もって何？競馬って、競馬？競馬？やばい、読まれなくなってきた。競馬と比較してる時点でもうあれですね。ギャルの女の子？ああ、一人しかおらん私のクラスは。なんかバラバラにされてた。私のクラスはなんか、まあまあまあ置いとこう、クラスの事情し。そう、こっちは言うだけやから。しかも昔の話やろ。武勇伝語りたい人がいっぱいいるんですよ。そらね、何十年も生きてたら昔のことも語りたなるわ。昔は俺50m7秒でやってでとか言いたくなるんやろな。
まあ、存分に語っていってくれたらいいですよ。聞き流すんで聞いて覚えてないんで全然言っていってもらって、できればルームスとかモバメとかに書いといてもらったら、ああこれ読めるとか、うん確かにな。で読めへんかったらめっちゃ笑うやつやろ。あるよな。こんなんも読めへんの笑うみたいな、あるよね。そりゃさ、そんなんさ別にせえへんかったらいい話やけど、何十分もさ配信してさ、しかもその前に学校も行ってさ練習もしてさ、いろいろ疲れた後にさ、しかも最近目見えてないねん、それは別にあるけど、とかなんかもう完全にさ疲れまくってる、みんなもそうやと思うけどな、時にさあのケアレスミスがあるわけよ、とかをめっちゃなんかいじるのは、あ分かってないなってなるね。なんかさ友達見てたらさ、めっちゃ話関係ないで、めっちゃ戻るねんけど、ちょっと違う話したくなった。めっちゃさ私のさ点数のグラフさこうなってんねんな。え5教科やでこれ。なんか国語英語理科数学社会ってなってこうなってんねん。国語と数学が、数学やって数学がズバ抜けてるなって言われるんだけど、あの今日言われた時はね、別にいつも言われるとかじゃなくて今日たまたま言われた時なんだけど、こうなってんねん。理科はなんか分からんけど今回まだマシやったからこうなってんねん。英語と社会がひどいから、ひどいって言ってもまあまあまあ、からこうなってんねん。おもろい図してんなって言われた。確かにね、だって国語と数学しか勉強してないもん。英語はセンスがない。文法がだってもう日本やもん、純日本やもん。文法が、文法変えんなよ、言い方だけに収容されて。なんで文法変えんねん、マジ悪い。一個の言葉で喋り、そんなもん全部共通した方が今後の機会な使いやすまるに決まってるやん。あ、そうで今日友達と帰ってたんですけど、なんかな、その友達がな、ヒゲするわけじゃないで、ヒゲするわけじゃないんだけど、なんかあれなんよ、チョコメント読んでたら何喋ってるか忘れるねんな。何やったっけ、新しい服プーマやで、最近なんか気に入ってる。ヒゲってそのヒゲじゃないで、いふざけて言ってる、本気で言ってる、それ同じでもいいけどね。えなんか友達がめっちゃな、カマチョなんやろなって友達がおるねん。いいと思うで、私もそうやったからな、今でもそうやけど、めっちゃな、なんか物取ったりと、フードの紐を片方だけめっちゃ伸ばしたり、と傘を、まあすごくないけど傘の子なんやけど、昨日のポストの傘かけてきたり、そうポニーテール引っ張ってきたり、そういう子がおるねん。で私も手癖悪い人やってん、超かまちゃうから、あのフードの紐は引っ張らんけど、女の子女の子、なんか幼稚園から友達の子、そうでな、なんか割とペンとかもさすぐ取る人やってん、めっちゃかまっちゃうから紐って思わんといてな。今は治ったから、ペンすぐ取ったり、なんか何してたっけ、私の時名札とか取ったりしててん、で帰りにどうぞってするみたいなことをしててんけど、ちょっとな、手癖悪いの直そうと思って
意識した時があって、1年の時、中1な、そう、中1までテグサ悪かった。中1までっていうか、中1から始まって中1に終わった、テグサ悪いの。そのくらいの時期で、そう、直そうと思って、ちょっとこれ良くないなと思って、なんか普通にだるいかもしれへんって気づいて、やめようって思った時期があったねん。で、まあ、癖やからさ、取るやん、あってなるやん、ごめんなさいって言って戻すねんっていうのを続けてたら、もう取らんくなったんよ、さすがに。さすがにもう取らんくなって、中2やし恥ずかしいわそんなんと思ってさ、やめてて。でもその友達が今日それをね、しててね、あの、そうで、もう一人の友達がそれに結構嫌そうにしてて、あの、ペン取るとか言ったら返したらいいけどさ、紐はさ、フードの紐伸ばしてもうたらさ、半分くらいまで来てたらさ、もう抜いて入れなあかんやん、からだるってなってて。でもいい子やし、その頃はみんな友達ないけど、仲良しってみんなで帰ってきててんけどな。それを見て、なんか これの時期あったなって思ってたっていう話。いや、めっちゃわかるわその気持ちと思って、出会ってしまったことに対してちょっと後悔してるっていう、申し訳なさをな、出会ってしまってるっていうのが、わかるわこの気持ち、めっちゃこの時期あったわと思って、なんかこう、そうやな、あったなって思って、おもろ、だから紐通してあげた。大丈夫やでって言って、その紐抜かれた側の子も友達やって、幼稚園入る前から近所やったから仲良かった、今度も遊ぼうって言ってるんだけど、女の子な、そう、ごめんねって言っときやって言って言ったんやけど、めっちゃ、うわ、こっち側になったんかって、別にまだ完璧にこっち側には行ってないけどさ、なんか、あー、こんな時期あったから多分この子今こんな気持ちなんやろなって思うのがさ、めっちゃさ、痛いほど分かってさ、うわーってなってた今日一人で。おもろ。いや、多分な、私で分かったんやから、その子も分かると思うねん、直そうってなる時が来ると思うねんけど、めっちゃ分かるわと思って、その時に言われた一言とかでも、あの、そのやった側な、自分がとして人に言われたのも、こう思うんやろなっていうのもすごい分かった、それが表情からも読み取れるねん、あー、こう思ってるんやなっていうのがさ、なんか分かるわってなった今日。撮るねん、私もそっち側やったねんって思ったのが面白かった。いや、1年経ったらな、変わるもんよな、心境の変化。そう、そうだよ、タオルとか取ってたわ私かな、中1やから先生らと仲良くなるやん、ペン取るねん、ポケットにいつも入れてんの、あの先生らな、からいかに気づかれないように抜くかっていう、スンって、あれペンどこやったっけって言っててって出すっていうな、そうやっててんよ。それやったらさ、もう確実にかまってくれるやんっていうのが分かってるから、かもちゃの黒島はいつもやってたの、友達も一緒にやっててんけど、で名札取ったりとかしててん、なんかんで取って大事な時に返すみたいな、友達結構みんなおったから、みんなおったからってどういうこと、友達何人かとやってて一緒に、からみんな女の子な、そうで、タオルとかも取ってたの、汗拭いてるやつとかじゃないで、ちゃんと綺麗なやつなんやけど、一瞬やねん、そのタオルは何時間か持ってるとかじゃなくて一瞬取るとかやねんけど、なんかほんまにだるそうにする時があるねん、多分ほんまに言えないのな、だから、あ、嫌そうって思ってたね、あの時は。けど、
そう思ってたなって思い出した。なんか嫌そうにしてるのは分かってたけど返すか返さんか迷ってたなあの時は、あって思ってた。で結局返すねんけどな、ほんまに嫌そうやから。で嫌そうなのを見てちょっと落ち込むっていう、やりすぎたなって、でその気持ちがあこれかってなった。若気の至りですね。そういう時もありますよ。いいですよね、こうやって人は大人になっていく。面白いですね。そう、素直になれないお年頃なんですよ。そうでもペンギンがさ、この前私が相談した時にさ、もう超珍しく、ほんまにこんなん槍でも振ってくんちゃうかってくらい珍しくちゃんと相談に乗ってくれた時があったの、この前。んで珍しくな、ほんまにで乗ってくれたから、なんか珍しいなと思ってて、あれ何言おうと思ったっけ何言おうと思ったっけと。何やったっけ、何やったっけ、ペンギンが、ペンギンに久しぶりに相談したら、もう意味わからんのは飛ばしとこう。ペンギンにはちゃんと相談に乗ってくれた時があったの、最近な。ね、何やと思ったっけ、若気の至りの話したやろ、成長コメントを見返したらわかるかな。素直になる、ああペンギン先生が相談に珍しく乗ってくれた時があったんですけど、その時にね、なんか言われたことを素直に受け止めようと思って、なんかもうそれがさ、自分で分かってるつもりやけどさ、分かってなかったりするやん。なんかいやこうやと思うんやけどなってなってたけど、ペンギンはでも割と妥当なこと言ってたからな、まあ確かになって思ってたけど、前からけど違うと思うけどなっていう時もあってん、その先生が。それぞれは違う人間なんから考え方も違って当然ないけど、からちょっと違うなって思った時もあったけど、もう今回は何を言われても確かにそういう意見もあるよなって受け止めようと思って相談してん。そうで聞いてたら、あー確かにと思って、今回は普通に納得してんけど、なんかもう受け止めようって思った。いやでもさすがにモラルはあるから、ペンギン先生にも。だからなんか喋った内容とかはを全部言ったっていうか、ちょっとズバッと言ったかもみたいなことを言ってたって聞いた。全然ズバッと言った記憶ないねんけどな、そうやったっけって感じ。打たれ強いからねってリン先生に言われたけど、そうなのか。でもやっぱりそんなことないけどなって思う時もあるよな、全部が全部正解なわけないもんな。もう私な、なんか信じすぎてしまうねん、なんか疑われへんから違うと思うって言っててんけど、なんかポコちゃんブヒブヒ言ってんねんけど、豚ブーちゃん、ブーちゃんどこ、ブーちゃんどこにいるの、どこにいるの。そうね、そんな言われてないって。だからさ、その会話の内容をさ、リス先生は聞いてないからさ、なんかでその時私も急にさ覚えてなかったん、
言われて、あのペンギン先生と話した内容を全部覚えてたわけじゃなかったから、結構時間経ってたし、そんなさ瞬間でさ話したことさ全部記憶してるわけじゃないからわからんくて、そうやったかなってなってる時に適当に返事したから、そう M やなとか言われてんけど、そういうことじゃないんだよ。もうね、ちゃんとなんて言われたかを聞いたら、あ違うなってわかると思う。白黒つけたいっていうか、信じられへんじゃん、なんかな、信じすぎるか信じられへんかのどっちかしかないねん。分かれへん、騙してても気づかんし、普通になんかさくちゃんやったら分かるやろって言われることが大体分かってない。なんかきっとあなたなら分かってくれるでしょって言ってくれるやつがあんまり分かれへん。あのモラルとかのあれは違うで、なんかこういうことをこの子がしててこれは良くないと思うけどあなたもそう思うでしょっていうのは分かるけど、そうじゃなくて、なんて言うんやろな、人がついた嘘とかなんか騙してることが分かれへんねん。なんか鈍い、意外と鈍いねんけど、なんか鋭そうって思われがちやから、あなたなら分かるでしょって言われるねんけど、全然分かれへんな、全然気づけへんねん、そんなにってくらい気づけへんねんから疑うしかないねん全部っていうね、究極のね状態になるんですよ。難しいよね、別に疑いたいわけでもないし全部信じたいってわけでもないんやけど、なんか分かれへんくなるから、そう、今日はペンギンはプーマの白黒の服やった。なんか見たことない色着てるわと思って、初手で疑うのはいい。いやそんなん今適当に言われてもわからんわ。なんかこれはあり、これはなしっていうのはもう完全に個人の別やから、もうそれを合わすことはできひんし、黒島も試みたいけど、なんか大体そういうのって合わんやん、完全に元から合う人としか合わんくない。だってさ、なんか無理じゃない、だって合わんやろ。だって合わす気は向こうには絶対ないし、自分の考えを分かってもらうなんてできるわけがないんやから、もう鼻から諦めてた方が楽っていうことに気づいた。プーマの服なんか最近な多いで、もともとアディダスやってんけどな、最近プーマに流行ってんのかな、流行ってるじゃん、ハマってんのかな。たまたま買い物まとめて行ったとかじゃない、ペンギンのことやから1店舗でまとめて、そうアディダスでいっぱい買いました、その次また何日か何ヶ月かくらいあの人やったらそのくらいの単位ちゃんで行って、次はプーマの店にしましたみたいな感じじゃん。そうじゃないかな、こんな感じじゃない、まあ知らないけどね、どうでもいいんだけどね。早く春になってほしいな。春っていいよな、ニュアンスが好き。ニュアンスとはなあ、寒いな、寒いのは気合でどうにかするよって言って風邪ひいてんねんけど、喉痛いねんけど全然。じゃ合唱コンで歌わなあかんし、フェスもあるのにさ、絶対今風邪ひいたらあかんやろってタイミングで喉痛いねんけど、しかも鼻めちゃ出んねんけど、どうしよう。じゃ早やって、春早来てほしい。なんか冬ってそういうの多いんやんな、なんかさ気圧配置みたいなやつでさ、その交互に来るから、なんかの前線となんかの前線が交互に来るから、なんか変わりやすいみたいなの聞いた、知らんけど。
10秒寿司だよ。どういうこと？あなたの映画ってこと？おはようございました。花粉症じゃない？花粉症ってもっとなんかサラサラした鼻水が出るんやろ？私多分それではないねんな。喉が単純に痛い。気圧で頭痛？あー、頭痛もあるけど別にそこまでひどくはないかな。なんか普通に、いや分からん、分からん。誕生日あたりって運とか最近になる。あ、そうなんや。じゃあアンジュさんは6月10日くらいがいいってこと？へえ。ペンギンはじゃあ2月8日？2月。へえ。クマさん1月16日。へえ。あんまりな、分からんな。リエス先生1月21日。まあ、あの人基本ハッピーな人生送ってるからな。ハッピーハッピーっていうよりなんか、ああ疲れた、ああ楽しい、ああ疲れたって感じ。かわいい。なんかすごい全力で出てる。自分より先に、あ、そっか、私4月7日。運気全然やで。誕生日あたりやろ。全然運気下がってたと思うけどな、去年。で、去年がたまたま、ポコタンのアッチが当たった。これがポコタン？おにょーにょ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 、かわいいにゃー。ブヒ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 。私クマさん先生のお子さん2人とも誕生日覚えてんで、怖。なんか1人目は覚えやすい誕生日やって、もう1人目はなんか覚えにくいから覚えてた。なんか何もない日なんやって、だから覚えてた。逆に覚えにくいから覚えてる。ポコさんは3月4日、この前、おとといかな。誕生日おめでとうってやったよ。動画また投稿するわ。かわいいプリプリポッコちゃん、えへへ、プリプリ。それで二人とも覚えてる。二人よね。けど奥さんのお誕生日聞いたことないと思うねんな。聞いたことあるんか。一回しか聞いてないから覚えてないとかかもしれへん。ねえ、マフマフパカちゃん、かわいいね。へへ、お手手がペロンペロンだ。かわいい。ブヒって言った。奥さん元気になったんかな。奥さん別に体調崩してないで。クマさん先生が体調崩してた時、インフル。星ってだるいよな。分からんもんな、なんて書いてるか。勘違い、勘違いも分かんの。へえ。メセコ黒島の何それ。ああ、生誕か。実行委員の方がやってくれてる。なるほどね。まださ、生誕の飾りさ置いてんねんけどさ、ベッドの上に。そろそろ片付けのさ、ちょっと部屋が多すぎて荷物。誕生日カウントダウンいいよ。企画？なんかする？カウントダウン企画ってどういうこと？具体的になんかもらって。もじゃもじゃぽっこさん、どこにいるのかな。おった、あはー、お手手が見えたよ。めっちゃ怖っ。夜の黒島、わほわほわほ。お手手かわいいね。へーへーへー。あや触ったらまきまきゅー、かわいい。セタンのお手紙誰やろね。はい、かわいいね、かわいいね、かわいいね。ブヒ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 。さすがに嫌がられた。
告知してくれてる面白い。ここにいる人全員書いてなでもそんだけおったら集めるのも大変か。誰やろね、誰でもいいけどな、書いてくれたら嬉しい。前髪切った感じする。全然、ちょっと前に切った。で、切ったのがこう今落ちてるから傾いてる。もうすぐ6時やな。桜田さんみたいになる。おもろ、嫌やわ。あれは DD やろ。私は一匹を愛してるからねえパカちゃん、あのアンヨがこんなに近くまでお姉ちゃんに触ってほしかったのね。あーかわいい、アンヨがもうふま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 ふ食べちゃうよパカちゃん、もぐもぐ。タツモトに見えた、違かった。もうふま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 ふ、かわいい、もうふまふね、かわいい。あっちあっちがぷよぷよ。ハムフじゃないやろ。あー肉球がかわいい、食べたい。ポコ、かわいい、かわいい。あっちあっちがぷよぷよ、かわいい。マック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 大筆フォーム、ありがとうございます。マッキュ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 ー、あーかわいい、かわいいよ。パカパカパカ、ぷよぷよだね、ぷよぷよだね、かわいい。ちび、かわいいな、もう。あと2分で6時やで。今日もこうやって一日を過ごしてしまった。明日はどうしようかな。明日は6時間授業、国語あり、音楽、数学なし。ありやったっけ、なしか。誕生日同じ。おお、っていうことはやよいちゃん、あ、ゆいちゃんじゃなかった。一人旅、一人旅はちょっとまた考えとく。お姉ちゃんの友達と誕生日が一緒ってことですね。それは同じクラスにさ、誕生日一緒の子おるねん、けどまだその子に気づかれてない。面白、一緒やのにさ、あの私の誕生日を知ってる子はその子の誕生日知らんかったり、その子の誕生日知ってる子は私の誕生日知らんかったりするね。でお互いに、な、私は気づいてるけど、みんなの会話聞いてたらわかるけど、その子は気づいてないから。そう、大筆フォームで ありがとうございます。大筆あるみたいなんで、皆さんぜひ。もう大変になるな、私手伝うで。全然、大筆、大筆やって代筆そのまま書いてもらって、私のモバメに送ってもらったら私が書く。ちょっと最近さ暇でさ、自分4月17日違うやん、なんだよ、なん、あ、誕生日月同じ、あー、ね、なるほどね、そういうことね。4月か、じゃあお父さんも一緒やな。お父さんの会社の得意先の人の娘さんも同じかな。じゃあ4月やったら、とは
最近学校でな勉強しようと思ってもなんかめんどくさくて、で立ち位置はもう何回も何回も見たから、朝からずっと立ち位置見てるからもうな、そう見すぎて疲れるから、ね、違うあれなんや、やりたいなと思うんだけど、勉強するにももうテストも終わったし、提出物ももうやっても終わりだし、でしかも春休みの宿題になるかもって言ってるワークとかももう終わらしてるし、暇やなってなるから、そう人の誕生日記憶するのは全然得意じゃない、全然得意じゃない、全然覚えられへんだし、リサちゃんの誕生日と私の親友の誕生日が一緒、あのプライベートの友達、その紐を引っ張られたって言ってた子、女の子セタンティーまだやで、髪配られてない、そうイブで、ライオン先生は次の日クリスマス当日、ポコちゃんが出てきた、ポコおいで、あはーん、かわいい、セタンティーつくばられる3月でも嫌だな多分、あーザビエルな思ったで、私も思ってた、ザビエル、リカちゃんは社会、あかわいい、社会で出てきた時さ、喋られへん、社会で出てきた時さ、あこの人お誕生日一緒やねんなって思ってた、ザビエル急にピアノもう弾いてないな、なんか弾こうと思って楽譜探してんけどいい曲なくて、ネットで探したけどいい曲なくて、本買おうかなと思ったけどなんかめんどくさくて、結局楽譜が見つからず弾かなかったです。あ予約できるのでぜひ、あ見たそのポスト、予約どんなにしようかな今年、ちょっとモネ風にしようかと思ってこの前さあのモネ店行ってきてん、中之島のめっちゃ綺麗やったから行ってな、何日までか覚えてないけどめっちゃよくて、もうすぐ終わるんかな、いいけどめっちゃ良かった、あれちょっとそのね、そうそう、だからちょっとモネ風にしようかとか思ったけどちょっとめんどくさいからやめようかなとか思ってそう印象派の、そうそうそう、セータンティーのキーホルダー私持ってんでなんかお父さんがくれた、モネの絵ってなんか全部綺麗、縁取られてない感じが好き、なんかなんやろな、めっちゃ好きやわ、からそんな絵を一個なんか描いてやろうかなって思ったけどちょっとめんどくさいからやめようかなとか思ってる、どうしようかな、やめるんやったら、でもなもうな黒島動物園がな今年で閉園やん、今年来年次3年で終わりやん、5枚買うすごいな、1個ちょうだいや、嘘3枚もらえるから私、いやでも1年で終わりやんっていうことは、だってさこれからさ8年後とかにさ生誕あるってなってもさ、いやもうさ絶対黒島動物園かかんやん、絶対とは言い切れへんけどまあ多分かかんやん、でも卒業して何年も経ってんねんからもうかかんと思うから、だからちょっと今のうちに書いときたいなと思って、卒業しとさ卒業してから先生らに来てほしいっていうことで、色も決まってないねんな、絵に合わせて色決める人やねん私、からちょっと先生たちにも着てもらえるようなT シャツにちょっとさ、でも前もな白にあの可愛いピンクのやつやから、もう着れるっちゃ着れる感じやってん、生誕ってアンジャさんに渡しましょう、嫌です、そんなんさ別に好きでもない子からさセータンティーもらっても嬉しくないでしょ、3枚先生らに配る、いや親が欲しがるに決まってるやろ、でも親あげへんって言ったら買うって言いそうやけど、全然あげるで。
先生ら全然 T シャツやで、いつも夏場は。冬はなんか分厚いの着てるけど、クマさんは毎日半袖やけど、半袖の中になんかな、分厚いな黒いやつ着てんねん。運動できる人が着てるやつ、あれ着てるからなんか暑いって言ってる。すぐ売り切れるんや。なあ、ずっと着れる？いいよね。学校では着にくいやらな。だからちょっと分かりにくくすんねん、生誕っぽくなくする。あ、でもな、ちょっとな、ペンギン、あーでもな、自分の絵、自分の絵描かれてる T シャツって着にくいやろな。プレゼントって言ってもな、あれやから、卒業するときにあげようかな。ペンギン先生、プレゼントが、今までありがとうございました、プレゼントがあります。花束とかかと思うやん、あの人花束嫌がるし、手紙とかかと思うやん。まさかの生誕ティー、めっちゃいいと思うねんけど、めっちゃいいと思うねんけどな。生誕ティー、これから授業の時来てくださいって言って、来てる写真送ってもらうおもろ。サイズ何にする？ XL とかにしとく？何が最大なん？分からんけど、どんだけでかくてもいけるサイズにしとこう失礼やろってくらいまででかくしよう。あげへんけどな。セタンって言って大きめが可愛いんかな、 S の方が可愛いんかな。サイズ的にさ、どっちの方が可愛いんやろって思わん？ M が可愛いか S が可愛いか、ちょっと注文する前に着とくわ。去年のセタンって着てないねんななんかさ、グッズとか絶対外に持ち出さん人やねん。 T シャツも、あ、 XXL もあるじゃん、それにしよう。手作りセーターンティー、おもろなあ。大きめでワンピースっぽく、そういうのもあるからさ、どっちにしようって思う。そう、着いひんねん。けどいつか着るよっていう時にさ、あ、でもそう思ったら M の方がいいかな。3XL、 あ、そうなんや。大きめなのを1枚買って寝るときに、あー、やっぱり大きい方がいいか。大きいのにしよう。そうよな、そうよな。セーターティーどうしようかな。モネ風にしようかと思ったけど、こんなんにしたいって送るのちょっとな、ちょっとこれはできないですとか言われたらめんどくさいからな。どうしようかな。レッスン着にせえへん。M は着れるやろ。少なくとも黒島の身長やったら着れんちゃう。デザイン NG、 色多すぎとかやったらあかんちゃう。なんか決まってるけど意外と多く使ってる子もおるし、写真とか使ってる人もおるから、あんなん知らんくて、写真なんかいけんねんな。あれどう言ってるんやろ。まあ写真にしたらペンギンとか無理やけどな。リアルペンギン貼り付ける？動物園行って。難しいな、ちゃんと考えないといけないんですよね。となんか、あ、そう、今日のな、あ、ちょっとこれ X でか、まあいいか、両方よ。今日の国語の授業の時に思ったんですけど、なんかペンギン先生がなんかいつも授業前に10分漢字とか自習の時間があるんですよ、国語は。でなんかその自習の時間がいつもあったけど、来年はもうないからなって言ってたよ。自習の時間、来年は、え、おるってことってなって、多分自分でも気づいたんやろな、ペンギンで。なんか気づいたんかして、なんか変な形してるわで、気づいたんかして
まあ、おったらやけどなとか言ってたけど、なんかおる感じせえへんと思って。だってさ、先生らがさ来年の話するってことはさ、おる可能性高ないと思って。っていうことはリス先生もおると思う、来年の話してたから。いや分からんでほんまに。でも私はこういう時は信じない、期待しんひんようにしてる。おらんくなってても、ああそっか、やっぱりそうやでな、もう3年経ってたしな、そりゃそうやでな、どっか行くよなってすぐ思いたいから。先生ら1月頃に知らされて、2月頃から徐々になんか覚悟を決めさせて、3月に確定って聞いたことあるけど、それがほんまなんかは知らんし、いつの情報なんかも分かれへんって聞いたことがあるだけ。そう、覚悟を決めさせられるね。でもペンギンとかおりそうやけどな、おってほしいな、口が軽そうな先生。じゃあほんまに言ったらあかんからさ、言ったら言ったで先生らが怒られそうやから。し、当日おったって安心してよかったってなるのを期待してる。私はもう期待せえへんとか言ったけど、もう一瞬で矛盾したけど、 TikTok で流れてくんねんもん。先生の裏事情を知りたい方はみたいなやつがいっぱい出てくる。京都おもろ、若すぎやろ。でもクマさんは校長ならんかって言われてたらしいで、なる予定やったけど、なんか僕はもっと授業したいんでって独身やから結構飛ばされるんじゃない、おもろ。確かにな、確かにな、確かに確かに。だって成人式来てくださいねって言った時も無理って言われて、なんでですかって言ってたら、なんかもう俺はその時にはここにおらんって言って、そりゃそうやけど読んだら来てよ思うやん。クマさんとかリス先生は覚えてて呼んでくれたら行きますよって感じだって、ああさすが優しいっすねって思って、まあ、そうですよね、優しいですよねやっぱりもうねーって思ってたんけどペンギンは無理、いかん、俺もその時おらんって。そんなことある、呼んだら来てよ成人式くらい。間に合う、東京からでも来いよ。なんならそっちに行ったろかな、さすがにそれはない、成人式するそっちに行くのはやばい。ほんまに来いよな、そんな二十歳の集いって一回しかないのにさ、さよなら、もうそんな、ほんまにや、そんなに遠くには映らんやろ、やったら来れるって。もうなんで、なんで来てくれへんの。ああ、そんなもんだったんですね、私たち生徒に何の思い入れもなかったんですね。いや来てほしいやん、普通に緊急報告、最近こうだよとか、楽しいねとか、最近どうとか聞いたり聞かれたりするね、それだけでええねん。っていうかもう顔が見たい、ただそれだけ、老けたかなーって見たいだけやから。先生やめて、転職する可能性もあるから困ってんねん、こっちは。ペンギンってパソコンいける人やねんな、からタブレットとかのあれにやってんねんけど、なんかそういうのできるからどっか行きそうで怖いねん、なんかやめてどっか行くみたいなこと言ってる子もおるし、子もいいかなよ。
せめて3年まで見送ってから行けよ。転職な嫌やな。なんかカラオケ配信になったんですけど、同窓会とか来なさそうやな。怖いな。なんか手震え出した。地震地震。手元だけ。なんか最近私まっすぐ立たれへんねん。立ってるだけでふらつくっていうのがあるねんけど。ほらほらほら、手震えてない？パンダで持つわ。最近まっすぐ立たれへん。で、踊ってる時もふらつくの多くなった。なんかめっちゃさ、まっすぐ立たれへんねんな。なんだねこれは。銀先生な、どっか行きそうやねんな、嫌やな。まあ若いからまだいろんな可能性があるからな。そう、なんかまつげ見てさ、あ、抜けたんか、そっか、抜けたからか。そろそろ終わろうかな。よし、終わる。ランキング見ます。13位ポンさん、ありがとうございます。12位ムーチョさん、ありがとうございます。11位 RC さん、ありがとうございます。10位セイくんさん、ありがとうございます。9位マキコさん、ありがとうございます。8位小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。7位高秀さん、ありがとうございます。6位マチカネフキタルさん、ありがとうございます。5位ゆめゆめさん、ありがとうございます。7位トミーダスさん、ありがとうございます。2位アレフさん、イサトくんさん、ありがとうございます。2位アラケンチョビさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。私が今日面白かったのはやっぱりあれですね、あれですよ、カマチョの友達を見てこっち側になったのかっていう、あれが面白かった。そうかそうか、そんなに月日は流れたんだなっていいように言うな。もういいように言うって生きていくしかないよな。もう自分で褒めるしかないもんな。もう自分で自分褒めていかな、しゃあないねん。もうそういう人が結局な、生き残るでな、僕。だって自分好きじゃない人とか心折れるの早いと思うし、まあ、全員が全員じゃないと思うけどな、僕な。おいで。やっぱりもう自分で褒めるしかないんだよ。頑張りましょう。さようなら。明日の国語は何するのかな？明日の国語は何するのかな？何をするのかな？